さん。よう、無事だったか。お父さんたちすぐ近くにいたから、まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん、悟空、やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン。すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。そんな。フリーザだ！ピッコロさん！貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。クリーン！やめろ、フリーザ！ゴクー！お次はガキの方かな。あいつの変化は、まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ、スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、クリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。罪もねえもんを次から次へと殺しやがって。クリーンまで。偉そうなことを言うな。貴様らサイヤ人は罪のないものを殺さなかったとでも言うのか。だから滅びた。俺が滅ぼした。サイヤ人はなんとなく気に入らないんだね。いいか、俺が貴様を滅ぼす。いい加減にしろ、このクズ野郎。Freezer ist sowas von fällig, hey. Ups. Schwein gehabt. Ich dachte schon vorhin, nee, vielleicht kannst du kombinieren, aber irgendwie. Okay. あんなサイヤ人なんかに。フリーザー、halt einfach die Klappe und stirb。Freezer, bist du taub?
図に乗るのもそれぐらいにしておくんだな。この俺に勝てるわけがない。この俺当たりさえすれば。当ててみろよ。Du kriegst aber keinen。ふざけやがって。崩壊しやがれ。Treffen kann er auch nicht, was ein Spacko. Und tschüss. Super Finish. Rache für Krillin. Hoshi wa koasete mo.たった一人の人間は壊せねえようだな。な、何者だ？とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人。孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオチクシオ。終わりだフリーザ。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ！しまった！チッ！パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ。 100% の力を。覚悟しろフリーザ。貴様がフルパワーに何秒待っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな。何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい、地球の神よ、聞こえるか？はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか？叶えてほしい願いがある。は、はい。ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、地球のドラゴンボールは一度に複数の者を生き返らせられるのだな。
では寿命で死んだものを生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね、海王様。というわけですまんが急いでくれ、ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。Alles super faszinierend, aber ich glaube, Son Goku wird das momentan nicht wirklich interessieren. Der hat ganz andere Sorgen. Wobei Sorgen, ich würde eher sagen Freude. というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろ。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを。変えてくれ、その願い。フリーザと、この俺を除いた者たちすべてを、に変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。
デンデよ、最長老だ。最長老様、質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした、願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを不老不死にしろ。フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリット、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。な、どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。かかってこい、サイヤ人。 Freunde, Zeit für den Kampf der Kämpfe.In der nächsten Folge werden wir alles abschließen, die komplette Freezer-Saga. Mit dieser offenbar doch recht imposanten Musik, die mir irgendwie gar nicht bekannt vorkommt. Aber okay. Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zum großen Finale zwischen Son Goku und Freezer. Ciao zusammen!